はい、こんにちはカズです。さ、はあ、い、今日は新規取扱いブランドマリナ E を紹介します。はい、えー、アントワープ6と呼ばれたあデザイナーの一人マリナ E です。はい、えとベルギーのアントワープ王立芸術学院、えーえー、を卒業した、えー、85年に卒業したデザイナーの一人でございます。はい。 でアントワープの6人というのはあのウィキペディアとかファッションスナップとかそういうところを調べるとおすぐ出てくると思うんですけれども、えー、アンドゥムル・メステールとウォルター・バンベン・ベイレン・ドンクとダーク・バンセーヌとダーク・ビッケンバーグとドリス・バン・ノッテンそしてマリナ・イーの6人。 でございます。はい、で一応その中に、えー、もう、えー、マルジェラも、はいっえー、入ったり入らなかったりっていう感じで一応 アアントアップ6って呼ばれてるんですけれどもマルジェラを入れるとアアントアップ7になります、はい、でこ,の方この方たちは1980年代後半に共同でロンドンのザ・ブリティッシュ・デザイナーズ・ショーにてコレクションを出展してそれが注目を集めたことにをきっかけにこう呼ばれるようになったと。 はい、でそれ以降アントワープ発のモードは世界中から注目されるようになりましたと、はい、でしばらくデザイナー業を続けてたんですけれども後に引退しましたでつい最近ですねあの復活しましたのであの取り扱いさせていただくことになりました、はい、では紹介させていただきます。 はい、いきます。まずこちら商品名ホワイトジャックはい、えー、折り紙スリーブブレザーです。はい、税込みで1 6万九千四円です。はい。で、えー、折り紙折り紙ということで、あのこの、えー、ピークドラペルの左側がこう折り紙のようにペタッと折られております。はい。で、えー はいえー、袖口はカットオフになっております。はい、で、えーあ、生地はコットン100%のー、えー、軍物のシャツのような生地になります。はい、で、えー、裏地が、あなんだ、裏地があ、えー、アクリル43%、おーコットン57%のおー混合生地となっております。はい こんな感じの裏地になっております。はい。はい、で、えー、マリナ、e ・イーの、うん、特徴的なあデザインとしては、こういうリボンがついております。閉、はいえーまあ、めると見えないんですけど、こういったものが全部のアイテムについております。はい、で、えー、後ろはこんな感じです。はいうん で、えー、脇下、えー、こうやって縫われております、あの詰められております、はい、反対側もぎゅっと詰められております、はい、はいいかがでしょう、身長168センチの体重が55キロで、S サイズを着用しております。はい はいえー、面100なんであの夏でも切れますはいでは前止めますはい以上はい、えー、続いてこちらいきます商品名マイパーカー折り紙 です、はい、ええー、税込みで二十二万円となっておりますはいえー、っとこれ生地がえー、っとねコットン四十五パーセントポリエステル三十九パーセントナイロン十六パーセントおおとなっておりますはいで、えー、ちょっとねオイルではないですけどちょっとあのえー、っと、えー、っとし,しっとりしてますあのオイル加工ではないんですけど生地管の関係でええー あのすごく上質なしっとりした感じの手触りとなっております。はい、で一応折り紙って書いてあるんですがこの肥沃の部分が折り紙みたいにこうこう,こうなってるでしょうこうなってるでしょ、はい。で袖口にスナップボタンがついてるんですけどこれもこういった折り紙みたいな感じの和風な感じのデザインとなっております。はい、でフードも えとここスナップボタンで止まっておりますはいここもこの内側もスナップボタンで止まっておりますはいこれを全開にするとフードになるんですけど、えー、止めたままの状態でこう襟が少し浮くようなあ状態になるのかなちょっとあとで着てみないと分かんないですけど、えー、着てみたいと思いますはいで、えー背中があー ここですね、はい、生地切り替えになっております。はい、で、えー、よいしょ。裏地はついていません。一重です。はいで内,側はい、内側にこういったあーテープ使いのデザインが入っております。はい、で、ジッパーとジッパー ジッパーはこの途中で止まって、んよいしょ。ジッパー途中で止まって、この下はスナップボタンで開閉するような感じです。はい、はいはい、で、えー、同じくこうやって黒いリボンが。 内側についておりますはい、うん、はい、はい、身長1 6 8センチの体重が5 5キロで S サイズを着用しておりますはいえー、1枚仕立てなのですごく軽くて、えー、す,すごいいいですはいで えとポケットなんですけどこ,ここと上にもついてますはい、はい、で内側こうなってますね、はい、テープ使いですねはいで、えー、前止めますまずこの真ん中にジッパーがついております でここはさらにスナップで止めます。でこの下の部分がスナップボタンで、えー、止めます。これ止めなくていいか。止めずにここのままでいいか。こんな感じで、えー、来たらいいと思います。はい。はい。 えーまあ、もうズコートなんで、えー、冬場はこの下に、えーうん、とライナージャケットとかあダウンベストとか着るとすごく使えるんじゃないかなと思います、はい、でこのフードがどうなってるフードがちょっとフードのスナップ外してきますちょっとフードの前に。 この首周りのボタンを止めますはいこんな感じで,でフードははいえー、えー、と浅くもなく深すぎもなくちょうどいい感じのフードになりますはい はいえー、続いてこちらあですね、えー、商品名マイシャツ1、えー、マキシシャツでございます、はいえー、税込みで、えー、7万7000円でございます、はいえー、生地はコットン100%の、えー、シャンブレー生地ですねはいシャンブレー生地分かりますデニムシャツみたいなあ生地感となっております、はい、爽やかな感じの、えー、生地となっておりますはい でレギュラーポイントカラーに、えー、普通にボタンがついておりまして、えー、ワンポケットついております、はいで。シルエットはワイドシルエットになります。はいでえー、特徴としてはあここです、ね、カフスですね。一応ダブルカフスになるんですけれどもあのものすごく極太になっております。はいうんはい、で背面こんな感じで、えー、生地の切り替えが入っております。ちょっとずらした感じの、えー 切りり替えが入っておりますはいはいいかがでしょう身長1 6 8センチの体重が 55kg で S サイズを着用しておりますはい、えー、生地シャンブレー生地なのですごくサラサラして気持ちいいですはいで、えー、特徴的なのはこのカフ,カフスですねあのちゃんと手が 僕が来ても手が出てくれます。はいで、左手はこうやって、えー、マリナイーの特徴的なこのリボンリボン、黒いリボンが出ます。はい、でえー、まあ、そうですね。ラーメン食う時だけあ。でも左利きあ、右利きの人は大丈夫ですね。はい、えー、はい、左利きの方はラーメン食べる時だけ、えー、気をつけていただければと思います。はいで一応ここに。あの。こう えー、折り返せるようにステッチが入ってるのでこうやって折り返してき、えー、ていただくこともできできますはい、はい、こんな感じであのうんと激しい動きしなければあの降りてき、えー、ませんはい はい、では続いて M サイズ着用してみたいと思いますはい、えー、M サイズ着用しました、はい、では袖曲げます

はえー、ポルトガル生産国はポルトガル製になっております。はい、で、はい、スウェットの説明に戻ります、はいえー。全体的にウォッシュ加工が施されておりまして、えー、ヴィンテージっぽい風合いとなっております。はいえー、特徴としてはあの袖のこうやってこういう立体感のある袖が特徴となっております。はい、こここででカクッと曲がっておりますのの肘の部分で、はいでえー うんとうん、と左側はこうラグランっぽい感じになってるんですけど右側がセットインのスリーブになっておりますで逆にこのセットインの裏側裏側は、えー、ラグランっぽい感じの切り替えになっております、はい、でこっちもあのえっとね ラグラ,ンのああラグランの裏がセットインになっております。はい、で、えー、裏地はあこれがあ裏,毛、えー、裏毛肝ですね。はい、裏毛肝ですがそんなに毛羽立ってないので、えーうん、と真夏以外はあ切れます、はいで。首周り若干広めかなこれ。 はい、で、えー、またこうやって、えー、リボン黒いリボンがついておりますこうやって、まあ、中に入れたまんまでもいいんですけどこうやって後ろ,後ろでこう垂らしてき、えー、てもいいと思いますはい、うん、あでシルエットはワイドシルエットになりますはい身長1 6 8センチの体重が5 5キロで s 1 あごめんなはいえっ、ー、と腕の形が非常に不思議な感じがしますはいこうやって見ると分かると思うんですけどすごいっすこの切り替えがなかなかない感じの切り替えが素晴らしいですはい、はい、えっ、ー、と一応裏毛肝なんですけど えとウォッシュ加工によって、えー、裏毛があ,あんまりあんまりないのであのすごい気持ちいいですはい涼しいですはい、うんはい、じゃあ続いて L サイズも着用してみたいと思いますはい L サイズを着用しました、はい はい以上はい、えー、最後こちらですねいきます商品名マイボンバーカスタマイズボンバージャケットになりますはい、えー、税込みで十六万三千九百円となっておりますはい、えー、と あえー、これだけ、えー、アメリカ産のボンバーをーリメイクしたものになります。はい、で、えー、コートについてるようなあベルトがついております。はい、であ生,地は生地は普通にボンバーなんで ボンバーなので、えー、ナイロン100%になります。はいで裏地と中綿はポリエステルー100%になります。はいで、えーうん、でベルトは説明したしはい、えー、袖部分にこういったあーテーピングが入っております。メッセージが入ったテーピングが入っております。はいいでここここすねこうこういうあのちょっと つまんだようなデザインが入っております、はい、でこの、この袖口のこ,ここの部分もこうつまんでおりますはい。うん、で後ろこんな感じでベルトが見える感じになっております一応、えー、っとリバーシブルジッパーが付いてるんですけれどもリバーシブルできる方はいないと思うんでこのまま着用することをお勧めいたしますはい はい、身長 168cm の体重が 55kg で、えー、これワンサイズになります、はい、一応このベースのボンバーのサイズは XL という表記がございましたがマリ,アマリナ E ではこのワンサイズの展開でございます、はい。では前止めてみたいと思います。 はい、こんな感じですちょっと1回1回ランウェイしますはい ですはい、えー、以上今日は、えー、新規取扱いブランドマリナイ、e、を紹介させていただきましたではバイバイ